ジュールズ・アレクサンドル・デボ、ジュール・アレクサンドル・ダボは、フランスの植物学者である。ポルトガルでも働き、コインブラ大学植物園の植物学者、ジュリオ・アウグスト・エンリケスのために、ポルトガルの植物の調査収集を行った。イルド・フランス地域圏のアルジャントゥイユに生まれた。青年時代から、国立自然史博物館の園庭見習いとして、働いた。1875年に、 アフリカ、リビア東部の植物収集に派遣された。その後、コインブラ大学植物園の植物学者、ジュリオ・アウグスト・エンリケスのために、北、大西洋のベルレンガ・グランデ島などで植物の調査、収集を行った。1876年から1893年の間は、リスボン大学植物園の園芸主任を務め、その後モンペリエ植物園の学芸員を務めた。 キク科の植物の俗名、デボアや、キク科の種、エリゲロン・デボアノスなどにダボーの名前が命名された。デボは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジュール・アレクサンドル・ダボーを示すのに使われる。ありがとうございます。